You're listening to Shibuya Cross FM.令和4年12月18日日曜日第30回目東京おしゃべりクラブ代表ライブ8時にオフィシャルライバーパーソナリティ雪の精霊雪です。皆さんこんばんは、ありがとうございます。今年最後の放送になりました。本日も渋谷クロス FM サテライトスタジオより全力でお送りいたします。そしてクラブハウス東京おしゃべりクラブの紹介です。輝く女性を応援、働き方自由自在アラカルトをコンセプトにクラブメンバーさんをご紹介。2021年3月18日よりルームを開催しております。昨夜でなんと916回、毎日23時から24時輝く女性クラブメンバーさんが日替わりで登場。私雪の精霊と対話形式で1対1でクラブメンバーさんとお話しするプログラムになっております。東京おしゃべりナイト、皆さんぜひお越しください。23時スタート、24時までです。だいたいでもね、ちょいちょい延長するんだな、これがな、うん、あの2時3時になったりね、あの大延長になる場合もありますけどね、はい。そして第30回目本日のね、お手伝いいただくパーソナリティさんはチャリアさんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組をご覧の皆様、チャリアです、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、あ、今ね QR 出てますね。はい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 、こちらでねチャリアさんのご活動が見れると思います。はい、じゃあまずはね、簡単に自己紹介いただいちゃった方がいいかな。簡単でいいですか。簡単でいいよ。はい、簡単にしますよ。いいよ、いいよ。はい、ですね、私はですね、救急科の看護師と出版プロデューサー、うん、まあ、時々、まあ、内緒で女優をさせていただいてます。はいはい、あとですね、2月にあの点滴バーをオープンしますので、うん、まあ、皆さん、まあ、ぜひいらしてください。うん、以上です。はい、もうね点滴バーも気になるしね、はい、いや、その内緒とかいうね、キーワードがすげえ気になるわまあね、あとでちょっとねさらっとねじっくり、はい、ポンポンとお聞きしたいと思いますので、はい、まずはね、じゃ あのプレゼントがありますのでね、プレゼントの、概要紹介していただけると嬉しいですね。はい、はい、ですね、プレゼントにはこれから出る2つのキーワードが必要になります。はい、プレゼントはですね、出演メンバー全員の直筆吹き出しネームプレート、うんうん、そしてレッドブルージャパンさんからドリンク6缶セット、はい、BMW 専門店のツタヤファクトリーさんから、はい、おしゃれと大好評のオリジナル T シャツのプレゼントがあります。はい、応募先はですね、番組最後にお知らせいたします。うんうん、はい、はい、そしてオーガニックサイエンス様よりマグバームのプレゼントがあります。日本初のマグネシウムスキンケア、ボディケア専門ブランド、この言葉を聞いてもとても興味深いです。マグネシウムスキンケア、ボディケアのパイオニアとして自然なものへのこだわりがあります。こちらのマグバームも1名の方に合わせてプレゼントさせていただきます。はい、それでは番組のスポンサー様の紹介に入りたいと思います。はい、この番組は BMW 専門店のツタヤファクトリー、マグバームのオーガニックサイエンス株式会社、エイジングケア 3.0 フラコラ、豊かな今を創造する詩の世界浅川真子、はい、こちらは、はい、こちらね後ほどご紹介させていただきますよ、じっくりね、豊かな今を創造する詩の世界浅川真子様、はい、以上各社の提供でお送りさせていただきます。はい、ありがとうございます。で今のね画像もう一度お願いできますか。はい、こちらです。今あえてねお名前を呼ばずにね、今取り上げさせていただいたのはこれ実はね日本初ブータン直輸入レモングラスを使ったハーブティーなんですね。
実は前回ご紹介させていただいて、実は一杯飲んでみたんですけど、これがまたね味わい深い、興味ありますね。このパッケージングでね、まず持ってかれると思うんです、ハートググッと、なんだろうなっていうね、開けてびっくり、ああまたこれいいな、ここにあるんですけどね、これちょっとね、はい、あるんです、開けちゃいましょうか、はい、ちょっと開けちゃいましょう、プレゼントですよ ね、 ちょっとねプレゼント、あこれね、プレゼント別のものありますね、皆さん安心してください、あユッキー開けちゃったとかね、そういうのないですか、大丈夫です、ブータン直輸入なかなかないですね、ね、ブータンってまだまだね知らない方もいらっしゃったり、聞きなじみのない方もいらっしゃると思うんですけれど、これね、この丁寧に入ってるんです、これね、こうパッケージ入ってます、で、説明書もこちらの方に入っておりますね、こちらです、これをねちょっと今開けてみますね、どんな感じで入ってるのかな、香りだけでもね十分香ってきます、これもう一つね自分開けてね確認してるんです、実はちょっと開けてみますね、これ一個一個パックになってますか、そうですそうですそうです、はい、素晴らしい、はい、じゃあ開けてみます、あ手で開かないかな、手で開かないかな、ちょっとね手で開かないかもしれない、じゃあ開けますか、私が、あ開けてくれる、ちょっとごめんね、はい、レモングラスということでね、16グラム入りが、2グラム、これはこれは開かないですね、ハプニング発生、開かないですね、ハプニング発生、はい、はい、でも個包装になってます、あそうなんです、うん、そうです、16グラムが、入ってまして、2グラムが、8袋入ってる、うんうんうん、ね、非常にこのアルミの中でね酸化をこれ防止する意味、うんうんうん、簡単に開けられないようになってるわけです、なるほどね、素晴らしい、じゃあまた後ほどですね、はい、そうですね、はい、はい、これは次回の課題にしてね、そうですね、これも1名の方に、プレゼントさせていただきます、はい、はい、番組最後までねぜひお聞きいただいて、キーワード2つ添えていただけると、プレゼントの資格がね得られますんで、よろしくお願いしますね、楽しみにしててください、はい、では早速早速今日もねたくさんのメンバーさん来ていただいてるんでね、続けていきましょう、じゃあ次は、じゃあお呼びしちゃっていいのかな、オープニングテーマソングは、あそうですね、オープニングテーマソング、はい、東京ジャケンさんの、スターラビリンス、ね、こちらの映像をねお流ししたいと思います、はい、東京ジャケンさんこちらに飾ってありますけどね、先日ライブ行ってきました、めっちゃ良かったよ、聞いてる見てる、最高でした、おっとね今興奮して倒れましたけど、うん、はい、ぜひね来年もまたねライブがあるんではないかという情報も入ってますんで、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います、はい、はい、それではチャリアンさんの方から、そこに飾ってあるなんかそれ気になるな、それ何、ですね、今日はですね、うん、何点か書籍をねちょっと紹介したいなと思っております、うん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 、ですねこちらの書籍はですね、うん、まあ、神々より日本へっていうね、うんうん、書籍なんですけども、ほうほうほう、ちょっとね著者さんからちょっとメッセージいただいてます、はい、編集者とね、うん、著者がですね、石橋マリアさん、はい、そして共同著者が石橋芳雄先生、うんうん、この方はですね波動療法波動医学の先生で、うん、医学ではもうどうしようもない解明できない病気とかそういう難しくて治せない病気をもうこの先生が治して、はいはいはい、うん、ああそういうこと、はい、そんな感じですね、で佐賀県にいらっしゃるんですけども、うんうんうん、私も時々行きます、うん、あそうなの、はい、で興味深いねこれね、うん、興味津々だよ、本当ですか、うんうんうん、いやもう本当お悩み事があったらぜひね尋ねた方がいいと思います、うん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 、素晴らしい先生です、なるほど、ですね、まあ、この本ねちょっとね、メッセージをね、預かってきてます、はい、まず編集者さんから、編集者はですね、ちょっと画像をね、うん、ちょっと写真出していただこうかな、これかな、そうですね、この本はですね東京ニュース通信社、うん、講談社から発売されてるんですけど、うんうん、編集者がもうすご腕の黒岩久美子さん、はい、この方ねいろんな本編集してます、うん、で今回はですね、うん、今までにない歴史が覆されるほどの日本人とか日本、うん、世界の真実が分かる本になっております、うん、これはですねマリア先生がもう高齢術によって16神16人の神様から聞いたその日本の危機とか、うん、日本のルーツ、うん、まあ、生き残りのために必要な心構えなどが神々から重大のね、うん、
あのメッセージが書いてあります。あとね、マリア先生からのメッセージとしては、うん、まあ、遠い存在の神様をより身近に感じていただきたいっていう、うん、あの書籍になってますね。いやー、生き延びたいわ、はい、俺も生き延びられるかな。そうです、ね、読めば生き延びられる生き延びられるとかそういう問題じゃなくて、今の課題ですね。今の世の中の課題、はい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 、あとほら、私たちって神様のイメージって、うんうん、まあ、こうなんだろう、それぞれのイメージがあるじゃないですか、はい、だけどこちらの方は高齢術チャネリングをして、うんうん、本当に神様からこういただいたメッセージを、あー、そういうことね、神様の言葉を直接書いたものなので、はいはいはい、はい、これ興味深いね。面白いですよ本当に、うんうん、ちょっとぜひ読んでもらいたい一冊ですね、うん、これどこで手に入るんですか。これアマゾンでも売られてますし、うん、はい、その全国の書店にも置いてます。なるほど、はい、あ、じゃあアマゾンで買えるならね。そうですそうです。ちょっとこれ見てもらって、開いてもらっていいですかね。開いたらボーンってなんか出てこない。まあ、なんか気になるワードがあるかもしれない、うん、まあ、こんな感じ。神々との対話を終えて、もう終わってました俺終わってました終わってました、始まる前に終わってた。あ、でもね、このね、あ、読みやすいね、文字の形式がね、うんうん、あの、インタビュー形式になってます、うん、あ、今工房大師とか出てきたね。あ、インタビュー形式ってね、あの読み手としてはすごく読みやすいね、うん、これ質問があって答えがあって、質問があって答えがあって、これいいと思います。うん、はい、結構ねこれ書くにあたりね、かなり覚悟がいるんですよ、そのインタビューする先生側も。神様って厳しい神様もいますからね。なるほどね、はい、甘くはないぞと。そうですそうです、覚悟せえという感じね。まあ、ちょっとぜひ読んでください。あ、ありがとうありがとう。いや、これね、なんか気になるよ。なんかあのね、年末お休み入る方もいらっしゃると思うんでね、年末の書籍にはこういうのいかがでしょうかね、うん、ぜひぜひ、はい、はい、ありがとうございます、はい、そしてそして、今日はですね、はい、4月にですね、うん、ちょっとね、私映像絵本を出版します。お、ですね、いいですね。内容がですね、はい、世界中からいじめがなくなる絵本テーマ。いいじゃん、最高それ。いじめちゃダメだよやっぱりね。まあ、そんな絵本と、うんうんうん、あとね、動物が主人公なので、はい、動物のね、命を守るっていう目的でね、はい、うんうん、ちょっと書かせていただきます。おー、うん、それいつ出版。4月です。4月ね、4月、はい、はいはい、もうちょっとじゃん。もう少し、今頑張ってます。アニメーションつけてやりますので、うんうん、へー、はい、楽しみですね。はい、はい、そちらもね、チャリアさんのインスタグラムなんかでこう、はい、進捗状況をね、はい、うん、なんかも見れると思うんで ね、ぜひお願いします。ちょっとね、作者をね、呼びますかね。あ、はい、来てんの今日。来てます、来てます。嘘でしょ、聞いてないよ俺。本当来てんの、はい、いなかったらどうすんの来てないんじゃないの。いると思います。作者来てる。来てます。嘘じゃない。嘘じゃない。嘘じゃない。じゃちょっと呼んでみますか。はい、はい、なんと呼んだらいいんですか。キエさん。嘘、マジで来てんの。俺聞いてねえよあ、じゃあちょっとね、うん、1分ぐらいで簡単に。ありがとうございます。どうもはじめまして、雪の精霊ユッキーと申します。いやー、なんかやっぱ生放送さすがですね。いつ訪れたのか、はい、俺全然知らない間にね話が進行してるね。サプライズですね、はい、サプライズ最高。はい、ね、あ、じゃあお名前からちょっと初めてなんでね。はい、はい、キーと申します。はい、作者の方。はい、はい、じゃあご紹介の方いただけますか。はい、はい、うんうん、今日は、ペットショップの実態について、はい、皆さんに知っていただきたいことが、ありまして、はい、はい、ペットショップでは犬や猫を販売してますけれども、うんうんうん、その生まれてくる子と売れ残った子、その2つにシフトを、あえてお話しさせていただけたらなと思います。あ、気になりますね、はい、そこもね、はい、まず、売れ残ってしまった子は、うん、ワンちゃんとか猫ちゃん1年以上経つと、うん、残念ながら殺処分をされます。あ、やっぱそうなっちゃうな。はい、理由は、まあ、小さい子しか高く売れないからなんですね。はい、それで保健所で殺処分は大体ガスで行われます、うん、ガスで殺処分を行われますけれども、うん、それでもまだ生きている子たちもいるのに、うん、燃やしてしまうんですね。そんなこと本当にあるの。それ本当にあります、皆さん知られないんですけれども、それで苦しみながら焼かれて亡くなってしまいます、うん、はい、でそれで、
その殺すために私たちの税金が使われてるんですね。俺ひどいですよね。俺許可してないぞ俺そうなんです知らんぞ俺それでそのまた反対にこの子たちが生まれてくる方法っていうのは一般的には繁殖業者 の、うん、あの自然分娩か帝王切開によるお腹を切って生まれる帝王切開による方法なんですけれども、はいはい、うん、あの今問題にされてる、うん、あの杉本彩さん、うん、動物愛護の方なんですけれども、うん、公表して皆さんに伝えてる、長野県の松本の、うんうん、悪質ペット繁殖業者っていうのをご存知ですか？いや知らなかった。知らない知らない。すごいんです、うん、それが本当にあの、うん、杉本彩さんがインスタとかで今あの皆さんに公表されているのが、うん、犬は手足を縛られ、うん、麻酔なしでお腹を切られて、うん、強制的に赤子を取り出されているんです。でそれが469匹もいたんです。でその子たちはみんな殺されてしまって、まあ、なんでかっていうと高く売れるからなんですね。そんなことあるんだ。そうなんです。そして、その殺されちゃった子たちはお弁当とか の、 あのゴミで一緒に燃やされてあのいるんですね。ちょっとさなんか悲しい気持ちになってきたんだな。ごめんなさいこんなひどいこと言ってしまって、ね、今回この本を出版しようかなと思ってます、うん、まあ、動物の命を守るっていう点で、うんうん、そうね、そうなんです。それで動物の命を守るということなのね。そうなんです、はいはいはい。それで中には、ね、痛みのあまり気絶して しまう犬もいたってあの従業員の方 の、 あの証言により明らかにされたんです。でそういう悪徳業者は犬は痛みに強いから大丈夫だよって言って、うん、それでもうそういう子たちをどんどん産ませて高くペット業者に売るという。これ知らない人多いね。そうだからね、知らないです。そう、はい、全国のペットショップをもうなくして、うん、もうブリーダー制にしようかなと思ってちょっとこれから動こうかなと思ってます、うんうん、それ、はい、それ、はい、どの本ですか？今の話は本ではなくて、いやもうね世界中からいじめがなくなるっていうのももちろんテーマですし、うん、まあ、動物の命を守るっていうのもその2つのテーマがあって、うん、あなるほどね。主人公は、まあ、まだね現在非公開なんですけど、うん、まあ、動物が気になるのは非公開キャラクターになります、はい、あそれが4月に発売と。はい頑張ります、はい、で著者の方に今日来ていただいたと。そうですそうです。俺もびっくら超えちゃった。どっからはねワープゾーンかなんか使ってきたのかと思って、うん、ね、あれと思って女子の方みたいな、はい、いつ来たんだというね。あでもこれ4月までまだ時間ありますから、はい、また時間取ってねあの詳しいところ聞いてみたいですね今あの前振りだけでもねあの随分心がね泣いてます今、うん、あ今土砂降り俺もうザーザー雨降って。動物だって同じ生き物だからここにね人間がどう受け止めてどう返していくのか、はい、どう取り扱うかってやっぱりこれからね問われると思うんですよ、はい、うん、これもっとねまた詳しい別の機会使って詳しくちょっと聞いてみたいね、はい、そうですね。今もう俺泣きそうなんだよもう、うん、もうってこうね、うん、いや本当、うん、心痛いよね今の話聞いたって。私も普段は人間を治す私であるんですけども、うんうんうん、あの動物に目を向けてなかったんですよ。だけど最近いろんな人が動物愛護とか、うん、まあ、動物動物っていうので、はいはいはい、あ動物も一つの命だと思って、いやこれはねちょっとね、うん、スルーできないなと思って、うん、ちょっとじゃあ力をもうじゃあちょっと うちでやろうかなと思ってます、うん、はい、ぜひね今度ねあの全世界にこのね、うん、電波に乗せて、うん、その辺を発信していきたいですね。ありがとうございます、はい、ぜひお願いいたします。一人でも二人でもねそれは違う、はい、ノーだと言えるね、はい、日本人でありたい、はい、そう思ってます俺も、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、いや本当短い時間ですけどね伝わりましたよ、はい、グッときました。これやっぱりねこのままに放置しておくわけにはいかないんでね、うん、この東京おしゃべりクラブを上げて、はい、バックアップしていきたいなと思ってます、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、今後もよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。いやありがとうねチャレンさん呼んでくれて、はい、ね、来てるっていうかびっくりしちゃってね、ね、はい、ぜひまたあの第1第3日曜日やってますんでお声かけてください、まあ、これからね作家としてね、はい、デビューしますので、はい、もうねクラブのね、はい、メンバーに入ってほしいね東京おしゃべりクラブ約160人の女性いますから。あそうなんです、はい、ありがとうございます。ぜひぜひ、はい、ご招待状お送りします、はい、どうやって送ろう、はい、後でアクセス先教えてください。はい、ぜひよろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございました。いや素晴らしいサプライズありがとうございます。いえいえ、はい、じゃあ座席チェンジで。そうですね、座席チェンジどうしましょうか。私はどこに移りますかね。Music's our various emotions.
Love is the message. You're listening to Shibuya Cross FM。リンクさんっていうところね行ってきまして、なんかねガチャガチャやってきたんですよ。そしたらガチャガチャ、うん、ガチャガチャやったらねこれが当たりましたと、三郷にありますね、リンクさんっていうね、これからちょっとねスプレーシュッシュッとやろうと思ってるんですけど、次回ねもうちょっと掘り下げられるんじゃないかなと、リンクさんとくれば、三郷リンクさんで調べると出てくると思います。次どこだっけ。今ね興味津々なんですよ俺ね、興味津々ちょっと覚えておいてくださいよ。キーワードは三郷のリンクさんです。三郷のリンクさん、はい、久美穂さんがキーワードです。これ、うん、久美穂さん覚えておいてください。クラブメンバーさんです。覚えておいてください、はい、そしてね次はね由美さんか、はい、クラブメンバーさんお呼びします。はい、時間が分かんない、ね、はい、読みますよ。はい、はい、Welcome to 東京しゃべりクラブレディオ、由美さん。由美さん、いらっしゃい。ゆみちゃん、いいかな、いるかな。今ね、お召し返してるかもしれません。はい、いらっしゃい。こんばんは。そちらどうぞ。待ってました。1年ぶりだね。はい、ちょうど1年。ねえ、元気してましたか。元気です。はい。その前にね、今日応援隊の方がね、たくさん来てるみたいなんでね、そうなんですか。ちょっと応援隊の皆様も呼んでみましょう。東京おしゃべりクラブバックシートスペシャル、違かったかな。皆さんどうぞ、皆さんお入りください。ちょっと俺間違えちゃった、バックシートスペシャルとか違う、うん、違う違う違う。はい、ありがとうございます。今日はね、あの1年最後ということで、まあ、お近くの方もいらっしゃれば遠方の方もいらっしゃるんですけど、ちょっと応援に行きたいなということで、まず、向かって左からゆみちゃん。ゆみちゃん、一言お願いします。はい、こんにちは、はい、こんばんは。ゆみです。で、東京おしゃべりクラブレディオではもう MC も4回ほど、出演5回、今日で6回目なのでね、はい、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、ゆみちゃんです。はい、はい、1年間のなんか、一言何かありますか。1年終えてそうですね、今年そうなんかまさかの MC をさせていただいて、うん、そうですね、5回ほど出演させていただいたんですけど、うん、すごくなんかもう楽しく、はい、はい、出させていただいて、もうめちゃめちゃ、はい、はいはい、嬉しかったです。どうですか、好評ですか。あ、そうですね、お友達もね、はい、結構見てくださってて、はい、なんて言ってくれてますか。あ、なんかね、もうクラブメンバーさんのね、うん、に影響というか、うん、なんでしょう、自分もね、もっとみんなみたいに頑張っていこうみたいな、うんうん、感じで元気づけられたっていう風に言ってました。なるほどね、はい、やった甲斐がありますね。やった甲斐がありますね。イエーイ、ゆみちゃん、イエーイ、ありがとう。来年もよろしく、はい、よろしくお願いします。よろしく、よろしく、はい、よろしくお願いします。はい、そしてお隣、キッコさんです。ありがとうございます。はい、イエーイ、こんばんは、キッコです。こんばんは。簡単に自己紹介いただけると嬉しいですね。はい、株式会社セレーネメディカルの、はい、長瀬きっ子と申します。はい、メソナジェという経費導入機を全国のお医者様に販売している会社を銀座で経営してます。おお、すごい、銀座ですよ。はいはい、はい、もうじゃあ社長さんですね。はい、あ、そうです。恐れやすい。いや、とんでもないです。とんでもないです。とんでもないです。偉大な社長さんに来ていただいて、とんでもないです。今日美容系ね、自分もはい、すごく興味があるんで、はい、主にどういったものを取り扱ってらっしゃるんですか。そうですね、まあ、うん、再生医療ですとか、うん、あとメソナジェという機械のメーカーの社長をしております。はい、で、お顔の痛くなく、はい、ダウンタイムもなく、経費、いいですね、はい、経費導入機でヒアルロン酸とかを導入する機械を販売しております。もう生活ね、もう自分もアップアップでダウンしてるんですけど、ダウンタイムはないと。ダウンタイムないです。もうダウンって言葉に、ね、結構敏感なんですけど、はい、ダウンはないと。はい、ダウンないです。ね、肌にね、こうダメージあって、こうダウンタイムあると、ね、ちょっと外出るの嫌だなっていうことになりますから、そういうのがなく、アップアップで、すっきり綺麗に、はい、
ピカピカいられると。そうですね。もうね、キッコさん大注目してますからね。ありがとうございます。それは保湿なんですか、うん、それとも顔がこうグッて上がる美容器か。ですね、もうあの入れるものによって違うので、あの注射じゃなくて面で入れるので痛くないということで、はい、なるほどね。あ、はい、なんかその辺もスッと出てきたね今ね。嘘偽りないって感じだ ね、 ね、美容専門看護師。あ、そうですよね。じゃあエレクトロポレーションってわかりますか。エレクトロポレーション。聞いたことあります。でしょ、はい、あの、うん、あのそうそう、クリニックでね。そうです、そうです。その機械です。すごいですね、なんかね、お近づきになりたいですね、はい、やっぱりあの男性女性だけじゃなくね、そうですね、男性も今若返りたい、まあ、自分こういうねあの仕事やってますから、はい、あのツヤツヤピカピカのね、はい、テレテレでいたいですよね、やっぱりね。はい、はい、ぜひぜひあのいろいろ教えてください。はい、はい、ありがとうございます。すいません、あのなんか図が高かったんですけど、とんでもないです。今後あの低姿勢で、もうとんでもないです。今日はお会いできて光栄です。光栄です、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ございます。はい、そしてお隣ゆきねさん。はい、ゆきねです。ゆきねさん、こんばんは。もうおなじみですね。もうね、ゆきねさん知らない人はもぐりです。東京もぐりです。今日ねお花いただきました。ゆきねさんとゆみちゃんね、ありがとう。これはあのどういった意味のお花だったんですか。はい、2022年1年間、うん、あのラジオ放送お疲れ様でした、うん、はい、はい、来年もよろしくお願いします。あ、これはクラブに向けてというよりも、はい、このユッキーさんの、あ、ユッキーちゃんに、あ、なんですか。ユッキーさんに、あ、ユッキーさんにね、ねぎらいのお花で、 ありがとうございます。皆さんスクショタイムですよ、スクショタイム。今がスクショタイムです。いや、本当ありがとうございます。まさかね、お花いただけると思わなかったんで、1年間やってきてお疲れ様っていうのはね。お疲れ様です。いやー、もうね、あの今気張ってますけど、番組終わって気緩んだら多分ボロボロになると思います。もう花と一緒にもうね泣き崩れようかと思ってます。本当ありがとうございます。本当にね、綺麗な花、多分厳選に厳選を重ねて。どう、チャリス、似合う、似合う、すごい綺麗ですね、うん、ありがとうございます。はい、来年もね、あのこういう場面がね、はい、訪れるといいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、あ、ゆきねさん、近況何か一言。近況ですか。はい、近況、あのなんか募集してるとか、あ、なんか、はい、未だにクリスマス予定がありませんので。これ俺なんか言われてます。はい、早速よろしくお願いします。あ、なるほどね。いろいろ なんだかんだこういろいろ募集されてるというね。エトセトラっていうね。そうですね、はい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 。まあ、あのタイミングあるよね、チャニアさんね。あの欲しいものとかね、寄り添ってほしい人っていうのは、あのすぐに現れないけれども、あのふとした瞬間にね、はっと思ったらこう肩に乗ってるみたいなね。ふるってる、ふるるってってフルフルフル、実はもう近くにいるとか、ね、そうそう、肩乗っかってる。今私も2日間フリーですよ、24、25。ちょっと待って、2日間ってどういうこと。2日間以外はどうなの。2日間以外はもう働き詰めです、本当に。なぜかね、クリスマスだけはいつも開けてるんですよ、家にいるんですけどね。ミステリーだねこれね。令和のミステリーとしか言いようがない。絶対なんかね、パンパンな感じするよね。スケジュール毎日パンパンなんですけど、うん、クリスマスだけはなぜか、うんうん、なんか休みを取りましたね。なんだろうね。予定なんてないんですよ、本当に。本当。あやすいな。あやすい。いや、本当ないんですよ。まあ寝てるかもしれないし。あ、でもね、はい、街がこうみんなね、賑やかに楽しんでる時にスカッと休むっていうのはこれまたいいかもしれないね。うん、いいかもしれないよ。休息。はい。えって今言ったの今。ね。ね。いや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 、楽しい時間をね、今日もありがとうございます。よろしくお願いします。はい、多分ね、全国の人が見てると思うんで、今何かエッセンスをね、グッと掴んだってくれたと思いますよ。何か、いい、うん、掴んでいいんだなと、はい、アクセス増えると思います。今日はね、本当視聴率が高いですよ、本当に。今日は、はい、飛ばしていきましょう、飛ばしていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、お待たせしました、ジムちゃん、1年ぶり。はい、どうでしたか、1年。1年はあっという間でしたね。充実してましたけどね。うんうん、ね、ゆみちゃんといえば、やっぱり日頃はどんな活動してるんだろうね。どんな行動してるんだろう。何やってるのかな。気になりますね。気になるの。はい、何やってるの。よく言われるんですけど、うんうんうん、まあ、お仕事は、うん、まあ、美容関係でこれなんですけどね、まあ、IoT 美顔器とか、はい、まあ、扱ってるんですけど、うんうん、まあ、結構プライベートも、うん、まあ、ゴルフしたりとか、うんうん、
まあ、結構行動派ですね。実はねもう美容もね、うん、さることながら、はい、その行動派っていうね、うん、話ちょっと俺聞きたいのよ、はい、なぜかというとね、はい、これだけコロナね、いろんな感染症が蔓延して、うん、まあ、2次元世界でお付き合いするようになりました。 2.5 次元とかね、クラブハウス俺 2.5 次元だと思ったんです、うん、これ今3次元、うん、でもインスタグラム、ツイッターね、フェイスブック、うん、でも会いに行くでしょ、はい、これ会うと何が起こりますか。いや、 やっぱり会うと、うん、やっぱりこう仲が深まりますし、うんうんうん、やっぱりこうまあ、お互いこういろいろお話しして、うん、やっぱりこう目をねちゃんと見てお話しすることで、うん、やっぱりあの、まあ、価値観とか、まあ、あったりとか空気感とかね、やっぱそういうのがすごい大事やなと思うんで、やっぱりインスタの DM とかね、うん、そういうんじゃなくて、うん、でも会ってさこう目合わせないやついない、うん、俺みたいになんかこうちょっと目が合うとこうこうこうスルースルーみたいな、うん、そしていない合わせます。合わせる、はい、ちょっとなんかこうやって向かせる。あー、やっぱり目と目を合わせるとやっぱ違うんだ。あ、全然違いますよね。すごいあっちこっち飛んでるもんね。そうです、ね、北海道だ、はい、なんだこう、はい、沖縄、沖縄だとか名古屋だからこれね、はい、直接会うことでどんな効果があるのか、どんなね、あの、まあ、当然仲良く親密度は上がるのは当然だけど、うんうんうん、マイナス点ってないの、会ってちょっと会わない方が良かったわっていうはないですね。ない。まあ、それぞれすごい言い方ばっかりで、うんうん、すごいなんか恵まれてるなと思うんですけど、なんか年代もバラバラなんですよ。で男女問わず、うん、やっぱり由美ちゃん持ってるさこの素直さというかね、うん、快活さっていうのが相手に伝わるんだと思うのね、うん、もう俺も何度もクラブハウスで泣かされたからね由美ちゃんね。えいやーもうなんかねポロッとくるのは俺由美ちゃんなんだよね。本当ですか、うん、ありがとうございます。まあ具体的にねそのことから言わなくて内緒にしといていいんですけど、うん、はい、まあ本当ね心にこう染み渡るっていうの、ストレートな素直な人の言葉って入ってくるのね、うん、あそう美容液と一緒でグイグイ中に入ってくるの。うまいですね。こううまく絡めるのね。いや本当本当ね、キコさんグイグイ入るか浸透するかどうかが大事で、確かに一緒に話してると、ね、たわいもない話が、うん、ぐいぐいとこうね入ってくるんですよ。うん、いつの間にかこうジーンとくるってね、あれ本当ね、うん、ハートがジーンとくると本当で、もうその後にはもうずっとこうやっぱり、うん、スーッとくるのね。うん、嬉しいですね。うん、今日ね本当に会えることをね楽しみにしてましたし、私もです。あとねあの美容液、うんうん、ねさっきやってもらったんだよね。はい、これ効果出そうですか、この、はい、肌質的に。あ出ました、ね。そうつやつやしてます。なんか俺汗っかきだから汗で光ってるとかそういうレベルじゃないですよね。はい、汗はかかれてないので、あ、はい、つやですね。あ、そうですね、今日汗かいてないですもんね、はい、光ってる。はい、光ってます。あ、今日ね久しぶりに出ていただいたんで、あの見ていただいてる方とかに何かメッセージとかありますか。うん、そうですね、まあ私はリアルにこういろんな方とつながっていきたいので、うんうん、よかったらインスタとかねご連絡いただけたらね、あの繋がっていけるかなと思いますので、はい、ぜひ、はい、インスタ行きましょう、はい、ね、由美さんの、アクセスしたい場合はまずこちらですね。はいはいはい、ね、これインスタグラムの QR かな。はい、そうです、はい、そっか、じゃあもう普段はね美容と、うん、あとなんかこれもやってなかった、これ、はい、はい、ゴルフですね。ね、はい、ゴルフの醍醐味って何ですかね。ゴルフを一緒にすることで、うん、なんかお話しするんじゃなくて、うん、なんかこう共通点がもともとあるんで、うん、まあ早く仲良くなれますし、うんうんうん、なんか20代の方から60代とか、うん、年齢さまざまな方いるんですけど、うん、すごい仲良くなれるし、これね、はい、ね、Zoom だとかね、うん、まあ、SNS 大流行りですけど、うん、何かにつけてね、ゆみちゃんやっぱりリアルなんだよね、はい、ゴルフもそうだし、はい、直接会いに行って話をしてくる、はい、これなかなかね、うん、やめちゃった人多いと思うんですよ、うん、まあ、Zoom でいいかと、うん、電話でいいかメールでいいかって、うん、でも原点に戻ると人間でやっぱり目と目を合わせてね、うん、その空気感雰囲気を味わって、あ、この人言ってることを正しいこと言ってるけど眉間にしわ寄ってるわとかね、ほとんど笑って話してるけどなんかおかしいな口元な、下がってるな、怒ってるなとかこう伝わるんですよね。このリアル感っていうのはやっぱり会ってみないと、電話とかねメール、まあズーム分かりますけどたまに不鮮明なのありますからね、こうなんかあ
これなんか、あ、そうかもしれない、あ、ちゃうかもなってこう、やっぱりリアルで会うのとはちゃうね。違いますね。これリアルで会う大切さって合ってますか、人に。人に合いませんか。合ってますね、はい、うん、今合わせて言った今。いや合わせてない、うん、今曲がったよね。あ、合ってます、うん、仕事ではね、本当に合ってますね。いろいろもう大事だよね、はいはい、仕事では、ね、うん、二次元世界だとなんか分かるようで分からない、うん、分かってようで分からない、うん、やっぱり人間古今東西ね、直接会うことの大切さ、うん、そこから生まれるものってあると思うね。 DM だとね、言葉だとやっぱり、いや、ありがとうございますって言ってもね、笑ってんのか怒ってんのか、ふてくされてんのか分からない。そうなん、やっぱり会ってみて、うん、本当のその人のね、真心に触れるっていうのがやっぱりこれからもね、うん、やっぱり大事になってくるんじゃないかな、はい、ね、一回コロナでこう二次元世界に落ち込んだんで、うん、これから 2.5 次元に上がり 3次元に上がっていく、これをね、あ、やっぱりいいもんだなって捉えられる時期に入ったと思うんですよ。一回二次元世界に落っこちないと、うん、3次元が当たり前になっちゃって、うん、いいものが分からないんですよ、ね、だから落ちたことを嘆くんではなく、二次元世界の時間あったけど、あれねってことですよ、うん、やっぱりいいね、リアルと、うん、これを教えてくれたのゆみちゃんなんですよ、うん、なんでいつも会ってんだろう、どんなすごいんだ、もう笑顔を見てすぐ一発ね、うん、あ、この笑顔を出せるってことは相当体にね、うん、あのいいものをチャージしてんなってすぐ分かるからね、うん、で俺の鏡見てみたら、あ、俺死んでんなと思ってね、うん、俺二次元世界でばっかり遊んでっからそんなことないです、うん、これまずいなと思ってね。いやいやいや、今日本当にね、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。すごい感謝してます、本当に。いやいやいや、うん、何か一言、来年の抱負とかありますか。何か、もう来年も、うん、あの今年以上に、うん、あのいろんな方とつながっていきたいですし、うん、あのやっぱり感謝を忘れないっていうことをやっぱりテーマにしてやっていきたいなと思います、うん、次回ゆみちゃんの感謝について語る会、これをねやりたいと思います、はい、感謝は大事です ね、はい、奥深そうだよ、感し、や 4文字だけど、うん、この深みがねあるよ、もう深度深いよ多分、うん、ね、あの潜ったらね、はい、もう縦横無尽にこうあのいろんなね、あの感謝の意味合いってあると思うんでね、うん、今度教えてください、ぜひ。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。またね、ぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあここで、よかったですね。いや、よかったよかった。ここでね、はい、クリスマスも近いってことで、クリスマスソング1曲いきたいと思ってますね。そうですね、今話題沸騰中の SZK っていうね、そう、なんだろうなと。ちょっと仮面シンガーだよね。仮面シンガーだよね、はい、これもね、前回前々回も流したんですけど、今回もちょっと行ってみたいと思います。イエイ、クリスマスソング行ってみましょう。流れるかな、はい、今ね、ここがね、みんなあのクリスマス始まるとね、あ、終わっちゃった、始まる前が楽しい。そうなんですね。うわ、まだかな、まだかな。だから俺もう、俺なんか先行ってるから、正月が楽しみだから、クリスマスもうね、もう終わった感じなのよ。ちょっとずれてる？ずれてない？大丈夫？大丈夫。ね、もう俺もう節分まで行ってるかもしれない。はいはい、ちょっと半分ね、半歩先に行ってるタイプだから。はい、行ってみましょう、クリスマスソング。シーターハシンガーですね。はい、はい、行ってみましょう。聞いた後ね、癒されますので。はい、はい、行ってみましょう。どうぞ。はい、今ね、ルーランさんにお越しいただきました。ルーランさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。今日はね、なんか現地では雪という噂もあり、そう、はい、今日はびっくりしました。朝から飛ぶのかなみたいな心配をしながら。飛ぶっていうのはあれですね、飛行機ですね。そうそうそう、飛びます飛びますね、飛ばないよ。あ、そろそろね。はい、自己紹介の方ね、いただけると嬉しいです。はい、鑑定士をしてます、ルーランと申します。はい、1年ぶりですね。1年ぶりですね。ねえ、クラブハウスでもお世話になってます。ルーランさんのご活動ね、すごく気になるんですけど、はい、最近直近であの熱いご活動ってどんなご活動ですか。うん、今ですね、あの経営者の方たちがやっぱり、うん、その今までのお仕事の形態だと、うんうん、どうしても売り上げが上がらないので、あの県外にやっぱり海外とか、はい、オンライン上にっていう、うん、今までと違う路線でやっていくお手伝いをしているんですけど、うん、そのためのビジネス交流会っていう会社も立ち上げました。あ、ビジネス交流会ね、これどんな風にやってるんですか。はい、ですね、うん、月に2回のオンラインと、うん、毎月1回のオフラインと、うん、全国を転々と
皆さんで回ってます。聞いた 2.5 次元、ね、2次元も使いつつリアルも使ってるっていうね、複合でやってる。やっぱね、うん、俺はどっちかにしようと思ってたんだけど、ルーランさんは両方使ってるのよ、うん、ここが違うところだよね、うん、どっちかにしようとするね、両方使ってます。 どっちかはダメよ、両方でうまくいくのもうオンかオフしかできないからね、はい、いやいや、その成果ってのはどんな成果が出てるんですか。やっぱり皆さん経営者だから、うん、新たな事業がね、うん、一緒に組んで立ち上がったりとか、うん、いろんなことが起きてはありますよね、で、あの海外の日本の、はい、日本人の経営者の人たちともつながれますので、あ、海外にも持っていきやすいというか。あ、なるほどね、はい、世界に持っていけると。そうですね、それを主催されてるのがルーランさん。あ、私だけではないですけど、はい、スタッフが、あ、スタッフがいらっしゃる、うん、たくさんのスタッフでやってます、いや、これからねますます厳しい時代になると思うんですけど、来年緩くなりますかね。うん、そうですね、厳しくなりますか。業界が分かれていくと思います、うんうん、二極化して、さらに二極化が進むので、やっぱり早くどう切り替えていくかが勝負ですね、うん、なるほどね、まあ、経営コンサルタントのね、ルーランさんからね、見て経営者の方、そうじゃない方もたくさん見ていらっしゃると思うんですけど、うん、ちょっと来年に向けて伝えておきたいメッセージってありますか。あのふんどしを締めろとかね、あの貯金は接種500円玉貯金しろよとか、なんかいろいろあるじゃないですか、うん、なんかありますか。うん、一つ絶対的に皆さんに言ってるのは、うん、今までと違う選択を選んでほしいんです、うんうん、チャレンジをし続けてほしいんですよ、ね、あ、チャレンジね、はい、で、あの心が病む人もたくさんいるんですけど、はい、その時は周りに SOS を出したらいいんですよ、うん、みんな一人で戦うから辛いんですよね、はい、あ、なるほどね、チームで戦っていけばいいのにと思います。なんか来年はね、まあ緩くはないでしょうね、厳しいですね。厳しいですね。なんか心得というかね、まあ、自分ちょっと、ね、生活に密着したことを言いましたけど、500円玉貯金じゃないですけど、ね、そうじゃなくて、まあ、電気代とか、ね、ガス代とか、うんうんうん、公共料金なんかもいろいろ上がっている中で、どういう捉え方したらいいのかな。例えば、まあ、節約は当然するのは当然かもしれないですけど、限界ってあるじゃないですか、やっぱり新しいことをやっていくと。そうですね、うん、だから資金があるうちに別の事業にちゃんと根を張って土台を作っていくっていう、ちょっと最初はコツコツが本当に大事だと思います、ね、なるほどね、やっぱりチャレンジする気持ちを忘れないということを。そうですね、はい、くじけそうになった時、すみません甘えちゃって、どうしたらいいですか。言ってください、いつでも。メンタルケアしますから、はい、ルーランさんの、ね、QR 出していただけると、経営コンサルタントの、ね、ルーランさんとしての、アクセス先ですね、こちらを。まだそういう経営コンサルタントの、はい、募集とかされてるんですか。多少は余裕がまだ。アクセス先、出しましょうか。そうですね、はい、じゃあお願いします、ルーランさんのアクセス先を、ね、出していただけると嬉しいですね、ルーランさんの QR コードお願いします。そうですね、はい、これ多分ね、誰に相談していいかわからない方ってたくさんいらっしゃると思うんですよ、はい、ね、意外とね、皆さん経営者孤独なので、うん、相談相手がなかなかいないんですよ。やっぱそこですよね、はい、孤独ってやっぱり一番良くないことで。そうなので、うん、まあ、今ねお話聞けばもう多分分かると思うんですけど、優しいし、うん、ね、もうやっぱり先を見てらっしゃるっていうのはね、直感で分かると思うんですね、うんうん、来年の見通しもうすぐ出てきますから、うんうん、これね、困ったらこちらへアクセス。はい、ね、あ、そう、今日ね、たくさんプレゼントあるんですけど、キーワードまだ聞いてなかったのね、うん、ゆみちゃんからまずキーワード一つ、はいはい、IoT で、IoT、はいはい、ルーランさんから何か、じゃあムーンで、あ、ムーンで、はい、今日ね、ね、本当触りしかルーランさんお話聞けなかったんですけど、近々ね、ちょっとその来年入ってからね、大事なことは何か、今後の見通しも含めてちょっとお聞きしたいなと思ってます。ぜひぜひ、今日たくさんの方がね来ていただいたんで、もう欲張ってね、いろんな人にお話聞こうと思ってね、本当ありがとうございます。今年1年ありがとうございます。それではちょっと1曲いきましょうか。1曲、はい、ゴッド、そうですね、ですね、ゴッドドクターが1から3は書籍化しますので、ちょっと MC 流してください。はい、ゴッドドクター、私がプロデュースしてます。はい、1分17秒の動画があります。はい、こちらの方行ってみましょう。こちらね、話題沸騰中のドラマになります。はい、
ワクチンを打ってしまった人のための救世主となる一冊。デトックス方法が記載。ロッドドクター見てね。世界初の新型コレラウイルスやデルタステートによる人口削減計画の恐るべき陰謀。ワクチンの成分を調べた結果、遺伝子が組み替わる殺人ワクチンだと判明させたのはゴッドドクターである。いくらメディアで配信しても全てフェイクニュースや陰謀の扱いになり、このままでは言いたいことも言えない世の中になることを見かねた雫が愛の星プレアデスプロジェクトを結成して、波動の歌声で新型コレラウイルスに立ち向かっていきます。ワクチンの副反応で緊急入院した患者役に清水翔吾、物語の鍵を握るバーズベイビーを持ち歩く謎の少女役に新人の夏風ふわり。オープニングテーマレッツビギン諦めない。ありがとうございました。皆さん行きますよ。東京おしゃべりクラブ3 2 1 0。ねー、来年もよろしくお願いいたします。イエイイエイ、ありがとう。